Yo, 12月3日、フリースタイルボリューム4、ファキュレディオ、調子はどう？いつものようにそう歩きていこう。このまままだまだ全然足りないことを俺たちは歌い続ける。はは、yeah、いい感じだぜ、ベイビー。はは。Yo。とりあえず今日やったならばジョーカーハース本当最高だったぜ。だからこそ俺は歌い続けるぜ。これは間違いねえ。何年経ってもずっと俺は同じような言葉でこうやってみんなと一緒に喋っていきたいと俺は思ってるぜ。踊ってるぜ。こんな気持ちの感覚の日々を威力を嗅ぎながらも自分の中でそう何が生まれることをまず知りたいの。とりあえずまあ今日はザオザクバーサスグリが最高って言いたいよ。みんなはちゃんと聞いた方がいいよ。ヨージョーカーハース毎週やり続ける。ラジオの時もあればこれはバトルの時もある。バトルの時は俺は審査員をやる。審査員をやった時のその名バウトっていうの俺はしっかりとまずはちゃんと残してやる。その上で今日はそう見なかったやつはマジで損だと思うぜ。だからこそ見た方がいいと思うから俺はこうやって歌ってるぜ。意味わかりますか？こうやってフリースタイルを伝えていく意味っていうのはしっかりと俺がその日その日に感じたことだけを歌い続けるのさ。そのために何をやるかはまず肝心じゃなくて、まずはそう肝心なのは人の意見を聞くことが大事だ。 MC バトルやりたいとかラップやりたいとか上手くなりたいとかいうやつは大体そういうところを見てないやつが本当に多いんだよな。だったらさ、自分は本当に上手くなりたくてやりたいんだったらそういうところをまず見ていかなきゃ一番いけねえんじゃないかなと思う。 D が足りねえんだよ。最近のやつはディグの中に愛があるから、そう愛を持って俺たちはこうやって伝えていくことだ。DIS の中でも愛があるし、マイクの中でも愛があるし、つまり愛がなければそう俺たちはこの音楽をやれない。だけど愛の前には H、つまりセックスが大事。だからこそ気持ちよくなる前に俺たちはオナニーをやめていこう。その上でこのビートをセックスしながらも自分自身に言いたいことをこうやってそう伝えながらも、そう最後は喋りたいことを喋る。よう。おしゃべりの延長って言ったベトムさんのあの言葉の通り、俺も今おしゃべりの延長線上でやってるぜ。その中でそう何が肝心かわからないけど結局、まあそのジョーカーハースで俺も審査員をやる。よ、下手なことはできない分俺も頑張るしかないと思って、音源制作もこうやって俺はシコシコとやり続けています。One best, hey, そしてリリックを書く、リズムのように、そして新曲を出す、そしてそうみんなをうなずくカース。それが大事、カスはカースと言われたってもそう俺は最後をカース。そういう気持ちで俺はやってる間違いなく、そう One best, 決めていくぜ。イェイヨー。こんな感覚だと皆さん調子どうですか？ What's up? Everybody say ho なんて言うは言えないけど、まあとりあえずでもインターネット越しで、とりあえずファッキューレディオの名前を覚えてほしい。その上で俺もやっていくぜ。だけど有名になるためにやってるわけじゃなくて、あくまでも俺はそう俺のやりたいようにやって、それが結果俺の名前がまあいろんなところにそう響き渡れ、その中で俺はそういろんな現場でそう歩き回れ、そうやって後は乾杯してそうお酒を飲んでみんなで最後は笑い合えれば何でもありじゃねえかなと思う。最近はコロナウイルスでまたそう第3波が来ちまってる以上は、ようなかなかクラブで遊びねえ日々も続くだろう。潰れちまったクラブもあるだろう。その分でも俺たちはその潰れたクラブ分まで頑張らなきゃいけないと思ってるから俺はやってるぜ。へいよ、まあこんな感覚だ。皆さんありがとうございます。またどっかのクラブとかそうインターネットで会いましょう。ピース。